しまった。このバリアの前にはどんな奴らも無力だぜ。俺のターン、ドロー。は？天使か悪魔の生まれ変わりか見えないものが見えてしまうんだ。右腕がうつき出して覚醒の時はまだ早いぜ。子供じゃないし大人でもない。哲学ピアスぶち開けて隠し折れたらゲネモンをかけたらさ。なんで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 、こじらせちゃってバン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 、孤独とヘリクツの闇に紛れて、どこへ行くは見つからない。男に生まれた宿命だから、本当の自分探すため、放て俺のサーチライト。血の名役に従い、我汝を召喚せ。入れよ、そられ。やめろ。はい、そうさ、俺は目覚めてしまった。強大な力持ってしまった。俺の背後に立つのは危険だから、おすすめしないぜ。やめて、私のために喧嘩しないで。チラチラ視線感じてる、そんなに俺が気になるのかい。会いに行くタイプじゃないけど、恋をくれば抱いてやる。イケメンじゃないし、ワンナイトラブ。俺の体染め上げて、とりあえず生で手を押し上げたらさ。カスタさまや聞こえない、こじらせちゃってパンパカパンパンパン。理想と現実の狭間で揺れてる。解決策は見当たらない。スタンサボる運命ならば、愛する人を守るためエターナルフォースプリザロー。決まった、美しい。おい、決まってないよ。決まってんのお前の頭だよ。はい、そういうのいいから真面目に歌ってくれよ。だって悪魔との悪魔、お前何歳になったの？20さ、その年でそんなことやってて恥ずかしいと思わないの？何？中二？いやでも、でもじゃない、恥ずかしい。投稿文の家計とか取ってきていて考えてるの恥ずかしい。そもそも歌ってみたって普通の人からしたら恥ずかしいのに。ソラレさんだって。俺？ソラレさんだって。俺はいいの。こじらせちゃってパンパカパパパン、孤独とへりくつの闇に紛れて、どこ役は見つからない。男に生まれた宿命だから、こじらせちゃってパンパカパパパン。ひどく現実のはずまで揺れて、